週刊文春の、まあ、ちょっと、すごい、まあ、力の入った記事ですね。ジャンプ最高ですね。全、うん、まあ、進行。うん。ロケバス性加害と極悪借金と。うん。いう記事についてですね、ちょっと考察したいなと。噂はね、なんかもう、交番で体調不良だっていう時から出回ってたみたいですね、ここはね。僕もだから、体調不良だって発表した時に、うんうんうん、ある人から、うん、いやいや、これね、うん、もっと根深い問題が実はあるんですよ、聞いてたんですよ。うんうんうん、あ、そうなんだ。そう、だけど詳しいことは全然わかんなくて、でも、うん、これは結構週刊誌業界ではもう回ってて、これ文春読んで分かったんだけど、多分もうすごい相当早い段階からこれ取材してる。体調不良ですって言ってる段階からもう実は始めてんですよね、これね。なるほどね。確かに中身が分かんないっていう人が多かったよね。そう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 。だから僕も中身分かんなかったですよ。それが多くて、文春ががっちり抜いてきたと。うんうん。まあ、ちょっとタイミングはね、先に、書類送検が出ちゃったんで、タイミングがずれちゃったっていう感じでしょうね、うんうん、文春としては。書類送検前にバーンと出してね、書類送検が一番まあ美しいんだろうけどね。まあ、ね、まあ、これはしょうがないよね。しょうがない、しょうがない。警察はまあね、まあ、僕らには捜査権がないけどね、警察はまああるわけだし、うんうんうん、事情聴取もできるわけだからね。そう、うん、こういうさ、まあ、性加害トラブルの時ってさ、なんか合意があっただろうっていう、やっぱり、ドロー試合になるじゃないですか、毎回。結局、そうなるよね。予想通りの、なんかね。まあね。うん。まあ、本人がまだ認否どうなのかよくわからないけど、まあ一応、基本的には合意があったっていう方向性なわけじゃないですか。うん。うん。でもこれね、やっぱり抹茶問題ってやっぱり近しいものがあるじゃないですか。うん。まだ有名じゃない、おそらくはタレントさんに、うん、うん。なんかいろいろしてしまう、みたいな。うん。まあ、合意があろうとなかろうとも不倫であることはまず間違いないわけだし、うんうんうん、なんだろう、まあまあ、決して褒められた内容じゃないわけですよね。うん、でそれを一回吉本興業が守ろうとするっていうか形も毎回見えるじゃないですか。でも記事を読んでて、そのどの段階で吉本が知ったのかっていうのは、すごい気になりますよね。うんうんうん、まあ、でも多分割と早い段階から分かるでしょ？そうか、うん、ね。僕はね、取り入れるわけだし、うんうん、前ね、その芸能事務所の人と飲んでてさ、うん、もう犯罪はどうしようもないという話をみんなするわけですよ。うん、だからそれはね、うん、もうタレントもね、100% コントロールできないわけだから、うん、もう見て学んでもらってもね、自重してもらうしかないっていうような、まあ、話なわけじゃないですか、うんうん。ただこれを見てるとね、そのいろんなスキャンダルが出ても、それに他の人が、やっぱり結局自分は別って思ってる人が圧倒的に多いわけですよね。うんうん、だからそれはなんかちょっと一回考えなきゃいけないですよね。やりたい放題。そうね。ダメだよっていうことをね。奥さんがかわいそうだなと思って。うん。奥さんはなんか一生懸命ね、ね、一生懸命かどうか知らないけど、X で。うん、ね、擁護してるじゃない。擁護してるでしょ、うん、浮気も3回目かなんかでしょ、報道されただけでも。毎回ね、その釈明に追われるのが奥さんみたいな構造もね、かわいそうだしさ。まあね。うん、これ合意があったというふうになっちゃうと、うんうん、奥さん的には合意がなかった方がいいんじゃない、うんうん、まあ一応、まあ記事もそうだけど、あれで、まあある程度浮気は覚悟の上みたいな感じではあるっぽいけどね。うんうん、まあ、ただ世間体としては合意があったはあったでも、ね、シチュエーションも含めて。あ、奥さん的には合意があった方がいいのか。合意があった方が、でしょ。うん。合意があった方が、まあ、不倫みたいになるわけだから、奥さんが受けたら相手の女性を訴えることができるわけですよね。まだね、そうそうですね。借、う、金、ん、の話を文章はね、新しい話として。そうだよね。借金がね、すごい額。うん、まあそうね。極悪借金というワードが。あ、文春はね。ちょっとよく、まあわかんないかなって思うとこもありますけどね。まあ大体借金は、まあよくはないだろうし。極悪、うん、まあ、まあギャンブル依存症で、みたいな感じの話だよね、基本ね。そうだよね。見てて思うのがさ、やっぱり欲望のコントロールじゃないですか、すべては。やっぱり欲望をコントロールできない、まあギャンブル依存症の人もそうじゃないですか。
欲望をコントロールする次元の話じゃないと思うんですよ。あの、ロケバスの中ですよ、だって。いやいや、ほぼ欲望のコントロールでしょ、まあ、ロケバスで、ね、ね、まあ、そう思ったとしてもさ、仕事中だろうと、まず、大前提で。そうそうそう。だからもう、その、欲望のコントロールのレベルが低いじゃないですか、それ。低すぎるよね。うん、だって僕とジンノさんが取材してってさ、ジンノさんがさ、俺がインタビュー中にさ、隣の部屋で、女とやってたみたいな話なわけじゃないですか。ふざけんなよみたいになるよ、こっちとしてはね。なんかね。芸人の笑えない話がちょっと多すぎるなと。被害女性からしたらね、ほんと。そうね。うん。深刻な問題ですからね。そうそうそう。いや、だからよくさ、こういうのではめられた議論とかさ、いろいろ出るじゃないですか。うんうんうん、うんうん。冷静に考えてもさ、はめることによるメリットはどこにあるんですかって思うことが多いわけですね。うん。別に巨額の金をもらえるというわけでもなく。なんだ、普通に逮捕されちゃうかもとか、書類送検して起訴されちゃうかもっていう話で、別に女性側にとっては別にそんなメリットがあるわけではないと思う。まあ、現状の報道をね、分析すると、裏で金をくれとか言ってた話は全く別なんだけど、うん、少なくともやっぱり不倫をするにしても紳士的にするべきだということなんだと思うんですね。紳士的。これとはちょっと僕似てると思ったのが、高畑裕太さんの取材を僕したんですよ。ああ。似たようなケースだね。だから合意がないっていう風に訴え出られて、途中プレイまではしてるわけですよ、途中のね。ああ、だからそれが合意がなくてできるのかっていう、結構そこら辺が争点になってくるんですね。ところどころで女性に、まあ、屈辱的とか失礼だと思わせる行為があるから訴え出られちゃうんですよ。側面がどうしてもあってですね。うん、で、まあ、これも、斎藤さんのケースも、まあ、その、ね、あの、具体的には言わないけど、いくつかの行為があったという中で、それが、うん、まあ、不同意性交だっていうことになると、うんうん。で、そこの、だからシチュエーションがすごく問われるんですね。女性側がどういうスタンスだったのかと。うん、女性は結局最後嫌だったって思わせる何かが、その行為以外にあったりすると結構あるんですよ。訴えられちゃうんだよね。うん、なるほど。優しくしてあげるっていうのがすごく大事なんだなっていう、直接思うんだけど、まあ、まあでも、まあ、まっちゃんのケースもそうだけど、女性に対する扱いが、軽んじすぎるってるじゃないですか。うん、どうせ、ね、売れないタレントだろうとか。うん、まあ、やっぱそういうのはね、今の時代には全く許されないことだよね。文春の記事で面白かったのは本人直撃してるんですよね。うんうんうん、で、本人が、まあ、嘘つくシーンがまああるんですけど、これは言わせてもらいたいんですけど、うんまあ、こういうのを読んだりすると、あ、うん、なんか、この人ってこういう人なのねっていう。まあそうね。ね、うんうん、そう見えてくる感じがしますよね。確かにね。うんまあ、借金の時もそれがよく嘘がつくみたいなことも書いてあるね。うんうんうん、うんね。衝撃的な事件でしたね、うん。じゃあ、このチャンネルがいいと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you.